東邦大学はこちらをご覧ください。ここでは医学部について紹介されています。医療を取り巻く環境や技術は日々発展しています。そこで働く医師には生命の重みを知り、患者さんの思いを理解できる感性が必須。さらに医療の進化に伴い学び続ける自主性も必要です。そんなより良き臨床医の育成を目指すのが東邦大学医学部。臓器別に正常な機能を学ぶ生体の機能の授業や、免疫、薬物、疾病による細胞などの変化を学ぶ病態の科学などの授業を経て、4年次から臨床実習が本格化します。高度な先端医療を有し、最先端の施設と設備を誇る3つの付属病院が実習の場。学内にもマルチメディア化した解剖学実習室や、診療や救命の技術習得に利用できるシミュレーションラボなど、充実した設備で学生の学ぶ意欲を支えています。医療の現場においてもグローバル化が進む中、英語教育にも力を入れて、卒業後にアメリカで医師のライセンスが取得できるよう、世界基準に準拠したカリキュラムを組み込んでいるんですよ。医療の現場で知識や技術を習得する臨床実習で、患者さんと笑顔で向き合い、何よりも信頼される人間性を備えた医師を志す、そんな学生が集まっているんですね。